長野県の春の味覚、山菜のグルメをお届けします。さあ今回のお題が山菜ということで、はい、もう長野県なんてもう山菜の宝庫。そうなんですよ、もう本当にその辺に雑草のように生えてる。めちゃくちゃ生えてますということで、今日やってきたのがこちらのお店、郷土食と野菜惣菜のお店、ふきっこさん。はい、はい、おやきのお店ですね。もう長野といったらおやき。はい、そこに山菜。あ、うわ最高。もうねえ、もうよだれが。はい、行きましょう。じゃあ二日酔いですか。いや、ちょっと顔むくんじゃってな、もう昨日飲みすぎちゃって。こんにちは。いらっしゃいませ。すいません。あ、並んでますよ。すごい、いろんな種類のおやきありますね。まあ、長野県って言ったらおやきですけども、ね、ここはまた特徴的なんですよね。そうです。どんなおやきなんですか、この、ね、生地がトロトロで、すごく薄いんですよ。で、あの食感がもちもちっとしてるタイプのおやきですね。あ、他には長野県どんな生地のおやきがあるんですか。あ、もうちょっとあのふわっとしたパンタイプっていうか、うん、あの蒸しパンタイプのおやきとか、表面に焼き目がついた、あるある、しっかり焼き目がついた、うん、あのおやきもあるし、半焼きおやきがやっぱりね、おやきのルーツなので。灰焼きおやきとは、いろりの灰の中に入れて作る生地がしっかりとした歯ごたえのおやきです。地域でおやきも、うん、長野県内とはいえ、いろいろ特色がある。いろいろある、うん、ここではもうトロトロの生地をちょっとルーって巻くんですよ、ね、すごい。この技術がすごいんですよ、このおやきは。他にこの作り方でやってるおやきのお店はあるんですか。ないです。あ、え、野沢菜ったら定番ですけど、ええ、野沢菜は何個ぐらい作るんですか。多分野沢菜は150から200。一日、すごい数ですよ。俺らもそんだけネタ作れば売れるな。今回が山菜っていうテーマなんですけども、はい、今山菜って言ったらどれですかね。ふきのとう。ふきのとう。大好き。さあ来ました、おやき。はい。くわあ、嬉しい。嬉しいですね。これで驚いたことに、はい、ちょっと触ったら。うん、出来たてであったかいんですよ、冷めてももちろん全然美味しいんですけど、はい、これあったかいの最高。また違った感じでいいですよね。で、欲張って河合さん山菜以外も選んで、はい、そうなんですよ、いろいろね、変わり種も置いてあったり。あ、そうね、ここ多いですよね、はい、いろいろと。ちょっとそれをちょっと食べようと。じゃあまずはどれからいきますか。まずはやはりキノトウ。キノトウでしょ。ね、ちょっと間がありましたけど、今ボケがキロキロキロってなってたんですか。何にも思い込まれない。まずは春の味覚、ふきのとうのおやきをいただきます。いただきます。閉じた。このほんのりした苦味、ほんで味噌がね、ちょっといいコク出してますね。ああ、味噌で味付けしてあるのね、ふきのとう。うん、うん、あ、いいですか、私も食べちゃったよ。このまず、この薄皮、まずね、薄皮もちもちタイプっていうのがこうなかなかないんですよね。そう、ふわふわとかしっかりした生地あるんですけど、うわあ、いただきます。ああ、うなる。手忘れてた、この皮がもちっとしてるのいいよね、やっぱりね。めちゃくちゃもちもち。うん、変わり種いってみようかな。何選んだんですか、変わり種。変わり種、和のトマト。なかなかおやきでトマトが入ってるっていうのは珍しいような気がするんですよね。いや、絶対ないです。いただきます。うまっくすー。いや、これね、味知りたい、味。味。あのトマトのベース、はい、トマトソースなん、うん、となんかバジルじゃない、うん、そういう葉っぱの香りがする。なんか大丈夫だ、葉っぱだわ。葉っぱってなんだよ。トマトはあれ、野菜何が入ってたんですか。キャベツ、玉ねぎ、人参、しめじ、なす。感じたんじゃん。
じゃあ俺桜いただいていいですか。うんうん。でも春ですから。うん。桜。うんうんうん。俺好きなんですよ、この桜の花の塩漬けとか、カッパの塩漬けが。うん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 。あ、もっちもち。いただきます。うまっ、うまっ、うまっ。あら、いただきます。もうここ運んだ瞬間に、うん、桜の香り。おお。この程よい塩気と甘すぎないあんこ、めちゃくちゃ合うじゃん。雪菜、雪菜もいいよね。雪菜はもう、うん、みんな知ってるかな。雪菜って山菜じゃないんですよね。なんか草ですね。草って言い方まあだから野沢菜とか、うん、小松菜とかのそういう感じの仲間ですよね。そうですね。雪菜、雪菜ってちょっと柔らかい。いただきます。うんうん、ごまえです。ごまえ、へえ、あれうめえな。なんか隠し味あんのかな舌がバカな俺らが隠し味わかるわけねえだろ、うん、当ててえな一応言っときなよ、うん、隠し味これだって。それを聞いてみましょうよ、うん、多分ね、ええ、ちょっとわさびっぽい感じのなんかちょっとした辛み入れてるような、わさびの葉っぱなのかああこれはもう多分隠し味。聞いてみましょうね。聞いてみよう。答え合わせしよう。雪菜も結構いい青い春の香りしますね。あ、うん、美味しかったです。いやー素晴らしい、ありがとうございます。めちゃくちゃなんていうかもちもち、もちもち、もちもち、食感がいい。やっぱりあの出来たてだからなおさら、うん、あったかくて、そうです、うん、はい、やっぱりで、ちょっと彼が雪菜、はい、あれはちょっと隠し味が絶対あると。隠し味、うん、なんて言ってましたか。なんかわさび菜とか入れてんじゃないですか。入ってませんよわさびのようなちょっとツンとしたものがあるって言ってた。それが雪菜の特徴なの。辛みがあるあのお菜なんですよ雪菜そのものの、うん、じゃあお味なんですね。そう雪菜自体知らなかったってことですね。すいません小出さん、もちろんこちらのお店ね、はい、やられてるからここのお焼き食べてほしいですけど、はい、やっぱこういう本も出されてるじゃないですか。そうなんです、はい、この本に29軒のおやき屋さんが載ってるんですけど、ね、本当にいろんなおやきがあるので、はい、ぜひぜひあのおやきの食べ比べをしてもらえたらありがたいなと思います。素晴らしい。今だっておやき会長は何でしたっけ。おやき新種おやき協議会の会長すごい。あ、そんな協議会があることがすごいですけどね、はい、ぜひ皆さん長野県に来ておやきを買って食べてください、はい、お願いします。皆様ももちっとした食感の生地のおやき、ふきっこに来て食べてみてはいかがでしょうか。